ち着け。こういう時はこれは風船自動販売機。昔はよくスーパーの屋上や遊園地に置かれていた。って遅い。この風船もっと早く膨らませられないのか。そうだ、ステータスの素早さを上げたらいいんじゃないか。1万ポイントを消費して素早さを10増やしますか。します、します。おお。でも落下のスピードは落ちないか。ならばこれは段ボール自動販売機。昔小学生の間で流行った段ボール製の手作り自動販売機だ。ん？なんじゃこりゃ。そういえばヒュールミが話してたな。清流の湖海藻の下は巨大な迷路になってるって。かなり入り組んだ迷路だな。念のため防犯カメラで撮影しておくか。これでよし。後で合成すれば何かの役に立つだろう。うまく着地できたが、これからどうしようかな。